こんばんばはクニオです、えー、今日は2020年の5月の11日ですね、えー。平日に入ってきてますけど、今日もコメントを非常にいつもたくさんいただいて感謝してます。で、その中でお返ししていく動画になるんですけれども、えー、あのいつも通りですけど、国尾チャンネル、ぜひチャンネル登録をお願いしながらお付き合いいただければと思っております。もうこれはもう言っていかないと、ね、始まんないってことでお願いします。 では内容を説明しましょう、えーと。今日は3つの動画、過去のもう今、返信動画5つ撮ってるんですけれども、その中の3つの動画にコメントくれた方々にお返ししていきます。内容どんな感じかと申し上げますと、1つ目は、僕個人の指摘ですね。あのベビーメタとかさやしってより、僕に向けられた内容のコメント、これを一番最初にお返しします。そして2つ目。 これというのは、まあここいつも通りのコメント返し、いわゆる歴史的な情勢、社会的な感じどうなのみたいなのを、もちろんあくまで僕が見えてる見解と申しますか。僕の日常からで、えー、積み重ねたと言わせていただければ、積み重ねた日常からで、えー、出てくる言葉というのを返し、 で3つ目というのは質問ですね。僕に対してアドバイス質問みたいなこと、両方に取れるものというのをお返ししていくみたいな感じになると思います。真ん中がボトムすごく多い感じになるかなと思いますんで、お付き合いいただければと思います。じゃあ、行っちゃいましょうか。で、順不動になりますから。えっ、ー、と、じゃあ、まず最初いきますね。えー、これはね、最新の、この間あげた動画にコメントくれた方々に、お方にお返します。 この人の動画をさらっと見たんだけど音楽に関わっている仕事をしていて音楽のビジネスの話まで語っているのに何も分かっていない k p o p という音楽ジャンルは存在しない韓国人がやってるから韓国の事務所がやってるから k p o p これは広告代理店の宣伝戦略でみんな洗脳されて騙されているだけ。 j p o p は海外で定着していないから海外の j p o p アーティストがいないのは分かりますでは k p o p が海外で大人気で定着しているというなら試しにメンバーに韓国人が一人もいない韓国の事務所が一切関わっていない一番有名な k p o p アーティストを教えていただけますか本当に k p o p が大人気で定着しているならそういった欧米のアーティストもたくさん出てきているはずですよね都合が悪くなければコメント返しをお願いします えー、ありがとうございます。都合は悪くないんだけれどもなんかもちろん僕が k p o p の話をしてしまったからそこに対して、えー、この話をしてくれたんだと思うんだけれども個人的な話なな話ののかなと思ったので最初にしましたでここに対しし、えー、ししままたででここ対てお返す僕自身これ何ていうのかな聞かなきゃモカ・コークさんに聞かなきゃいけないことがいくつかあって何も分かっていないって言うんでしたら何が分かっているのかをまず教えていただきたいんですよ。 で、僕としてはです、えー、見てきたこと体感したことそして何よりその上でどう思っているかで多分これ以上お話しすることはないんですよねで僕モカ・コークさんの質問の韓国の事務所が一切関わっていない一番有名な k p o p アーティストでは存じないんですよで理由は僕自身が、まあ、k p o p の熱心なファンじゃなくていわゆるハロータなんですよね なのでここに対して追求して探求してるみたいなことはやっていないってことですただ全世界のクラブうーん、例えばカンナムスタイルって曲ありますよねでその曲なんていうのはどこでもかかっているしで BTS の話も普通に出るんですよ話しててで僕が行ってみて実際に話して見てきた景色の話なんですね でそこを分かっている分かっていないっていう2択でもし捉えているんだと僕にとってのリアルではなくなります。こういういい回答ででよろしいでしょうか、ね、だかこんなことを言うと冷たく聞こえてしまうかもしれないんですけどそういう気持ちではなく僕の体感のお話でうーん結果うーん分かっていないっていうふうになってしまうんだったらもうしょうがないんですけど、まあ、これでご理解いただきたい話じゃないかなと思いました。引き続きよろしくお願いします。 では次いきますか、ね。また何かあったらや絡ください。えー、っと、この次のはこの動画が2回目の返答動画のに返ってくれた方にお返しします。えー、っと読みますね。乾物 XXX さんでいいのかなあざす。えー、っと、ベイビーでもベビーでも大差ないのですが、ベビーメタルが発足した経緯に関わるので、メイトからしたら重要なんですよね。えー、ぶっちゃけ根幹です。 過去動画あるので見てください。と同時に次のも,もそのままいくか。あ行かなくていいか。まずここにお話しするか。回答するか。えっとねベビーメタルね。もう理解してんだけどアルファベットで書いてくれてるとベイビーって呼んじゃいがち。もうこれは能力の至らないところで申し訳ない。だけどしっかり息に感じて直していきます。よろしくお願いします。じゃあもう一個いきましょう。 タケミンディンさんでいいのかなありがとうございます。えっ、ー、と、リホちゃんはかわいい、すごくかわいい。でもベイメタにいると顔はでかいし体もバランス悪い。ハロプロ動画見ると全然そう思わない。なぜかやっぱり、えー、スユイモは、うん、が際立って顔ちっちゃいしスタイルも人形並みにいいからなんだろうね。ベイメタが異常なの。リホちゃんは普通 ハロプロプ動画どれ見てもめちゃくちゃ可愛いもん歌だって娘にいりゃあう手いし踊りだってそう結衣と比較しちゃダメ相対評価じゃなくりほちゃんの全体評価してあげたいねだから彼女がベイメーターにいて輝けるかというと多分無理だからそれを求めるなら別の道がいいと思いますなるほどこれちょっと牧師的のを読もうと思っていたらこの動画の中に一つ入っていたので先にこの話をしてしまいましたでこれは あの多分個人の主観の話だと思うからあと物理的にねあの体のサイズ顔のサイズってどうでしょうねぼうー僕そこよりオリジナルがもしあの凸凹ココな感じだったらそこのサイズ感っていうのがスタンダードになると思うんですよ。 オリジナルが意外と結モがその僕よく W なんて言うんですかカゴ辻辻カゴ、まあ、どっちでもいいんですけどそこと匹敵するようなサイズ感であったもんだから次のところでいちいちハロータもいちいち出るんですよ同じような話題が。なので僕そういうところなのかななんて思いましたまあこれもこれは考え方皆さんあるんじゃないかなと思いますでもおっしゃってる意味よくわかりますありがとうございます じゃあちょっとここのトピックはこれにし、えー、とまたこれ僕個人指摘のところに戻りますねえっ、ー、といきますえー、ショークファンワンさんありがとうございますショークファンワンさんかごめんねえっ、ー、とベビーメタルがなぜベビーベビーメタルと呼ぶのでしょうまずベビーメタルはワンワードで名前としてベイビープラスメタルではない 新しく生まれた音楽としての懸念で「ベイビー」を使っているが「ヘビーメタル」「ベビーメタル」の発音をもじって語呂合わせしているこの証拠ファンさんのこ,これを僕をお読みしてあの分かった気になってるんですけどちょっと発音がね間違えがちだねどう,どうすればいいだろうね <laughs> 頑張りますけど、ね、でも理解してますありがとうございます もうこの一連のやつは僕が頑張るでなんか今をご指摘させ続けるのも何か忍びないのでお許しいただければと思います間違える時があっても理解して今直してる最中の時ううに捉えてくださいじゃ続いていきましょうえっ、ー、と「よしによしさん面白い中本さやしの歴史もぜひ見てください」あの今ご指摘されたりアドバイスいただいた動画とと ブログとかかででですす拝見していいる最中でございますで意外と見てみると後付けみたいなもんなんですけど割とその時知ってたなってやつとああああなるほどこういうところでここに繋がってくるんだってこと両方ありますなので引き続きあの気になるところありましたらこういうご指摘は大歓迎なんでお願いいたしますありがとうございますでは続いていきましょうえー、っとみよんみよんさんね これは牧師的ではないところに入っっちゃゃていいやつかな <laughs>、okay、じゃあ僕指摘なじあところはもうすでに終了したということで2つ目のセクションで皆さんのコメント返しというところに入ります。えー、いつも楽しく拝見させていただいています。ベビーメタルが理屈を言わせないというのは僕たち受け取る側も思うことですがベビーメタル側も意図しているところだと思います。 昨年ロサンゼルスザ・フォーラムでのオープニングで「Don't Think Feel」という言葉がテーマとして使われていましたがこの言葉はインタビューなどでも何度かスーメタルがベビーメタルの楽しみ方として口にしていた言葉だったと記憶していますほぼほぼライブ以外で見にすることはないベビーメタルですがライブ中は小難しいことは考えずにギターソロかっけーとかモアちゃんかわいいとか言ってはしゃいで ああだこうだ理屈こねるのはそれ以外の時に知りしてりゃいいよというようなスタンスですね笑いオマージュが大好きなベビーメタルなのでブルース・リーの名ゼリフを引用したのかもしれませんが案外ベビーメタルの重要なテーマであるような気がします、えー、スーメタルは自分のライブでも他者のライブでもフィーリング心の動きで感情を表現することが多いのですが彼女の音楽に対する根幹が自分や観客の心が動かされていたかどうかなんでしょうね だから何よりもライブを重視していて、ライブを見てもらってファンになってほしいという思いと、コバメタルのメタルは世界観だというポリシーが相まっての今のベビーメタルの活動方針につながったのかもしれません。PS、松浦綾さんも素敵な歌手ですよね。実は同郷の先輩だったり、もちろんお会いしたことはありませんが、てんてんてんお笑い。ありがとうっす。姫路ってことですね。<laughs> 松浦綾さん姫路出身ということです。ね そううですか、うんご説明いただいてねあのこれは僕にとってはもう一つ何ていうんですか取説のような感じですよねご説明いただいて理解できること非常に続いてますね本当に感謝しますうんであーだこだ言うのはこれみんな一緒よい言いたいじゃないですか終わったあとねそれが合ってる不正解関係なくねだからなんかそこが何か 共感できてるかできてないかで多分いろんな意見って変わってくるのかもしれませんねあと佇まいっていうんですかその後の行動パターンが行動パターンがどっち行くかっていうことかもしれないですね、うん、ねそれはちょっとこういうお話になるからいつも思います、ね、引用は重要ですねたくさんのエンターテインメントの中ではそれによって世代の若い人から結構上の方でもあれ なんで今この子たちそんな言葉使ってんのっていう風な気持ちになって興味をねそそりますもんねそういうことをたくさん積み重ねているところが少し僕が見失,見失ってるというより追ってきてない数年間がここあるんであそこでしょうねえー、しっかりじゃあ向き合っていきたいと思いますアドスじゃあ続いてまいりましょうえっ、ー、とこれはどう読むんだ陣哲也さんでいいのかなあ達也さんかごめんね 達達也也ささんんにしよううすすまま <laughs> ありがとうございますベイメタ関連の動画を全部見た、はあ、ファンの推測や考察はたくさん見てきたけど業界人側の目線でベイメタを考察しているのが新鮮で面白かった最初はベイメタから離れてしまったけどこれからもベイメタを取り上げてくれたら嬉しいです あとこれは提案なのですが読み上げるコメントを探している間の時間がぐだぐだになって間延びしてしまっているので動画のテンポが悪くなっている気がしました動画を撮影する前にコメント欄をプリントするなどしてあらかじめの準備をして、えー、おいたらどうでしょうか名前切ってすいませんただ動画のコンテンツ内容が大変興味深いものなのでこれからも楽しみにしていますチャンネル登録と高評価ポチッ あ,あ,りがとうあともう1個ありますね国尾さんから見たスーメタルモアメタルユイメタルリホメタルカッコ仮紙、えー、バンドのアーティスト目線ファン目線を交えながら語る動画をリクエストします僕これねさっき順番言ったけど逆になっちゃったかもでこの辺は質問に最後答えようと思ってたんだでじゃあもうこれ読んじゃったんで今答えますねでこのねこの回だけ 僕このコメント欄っていうのをプリントでパソコンに1個ずつ出してて、まあ、今日もそれでやってんだけどで答えてたんだけどスクロールがなんかマウスの僕のタッチが悪くてスクロールされちゃうなんつうのかなちょっとコネクトが悪かったっていうのかなやたらスクロールされちゃって入試になってたんですもう意後ないように気をつけますご指摘ありがとうございますであとはここはああ僕ねそう これ先ほどの方も言ったんだけど業界人側っていうようよなスタイルでやってる感じじゃないんですよ。でもそれ前の動画でも僕説明したと思うんだけどいわゆる業界人の人と物事を話して進めていくっていうパーティーの作り方あと自分たちで勝手にやるやり方あと前々どれぐらい前か忘れたけど経済産業省とか外務省とか領事館とかあるじゃないですか。 そういうところの絡みのイベントの進め方って大きく僕の中で3つ違うんですよなのでそれどれもやっていてどこどこだからアミューズ所属とかアップロンド所属とかじゃないからなんかでそう見えていたらもうそうでもいいもうどっちでもいいんだけどあの業界っていうの僕らの時代だとなんかちょっと違うのよ。うん、ななんんかその辺は気気ににししててるまで気にしてないんだけど 世代によって言い方が違うと思うので誤解のないように説明したくこういうふうな回答をしました。であとスーメタルモアメタルユイメタルリホメタル仮のこのねファン目線を交えながら語る動画リクエストこれは今必死に準備している。で俺はリホリホからだったらいくらでも言えんのさあのもちろんディープなモーニング時代から最初から追ってるリホリホファンからとしたら意見が違うと思うけど。 僕が見てきたでよければ僕の意見なんだから外れがないわけじゃないですかそれは言えるんだけどこの「ユイモアとか「スーメタル」って俺最初のさ数年はすごい見てたんですよだけどその後ハロがーー忙しくなったのかななんかそんな真剣に追ってない時間っていうのがあってその中でアルバムリリースされたりつどつどシングルみたいなビデオが出たりしたら見てるっていうようなところに落ち着いてて今ハッとしてる最中です。うん ね、なので、えー、そこに追いつけるように頑張ってまたご意見いただきながらこういう動画も作っていきたいと思いますのでお付き合いお願いしますじゃあなし崩し的になりましたけど皆さんのコメントに返していくいつもの感じ引き続き続けていきたいと思いますじゃこれが3つ目になる感じかなじゃ最新の動画に、えー、コメントくれた方々にお返ししていきますねえー、っと石島海人さんありがとうございます コメント読んでいただきありがとうございます。自分はベイメタルファンです。また3人体制のベイビーメタルが見れて、さやしさんには感激です。正式メンバーになる可能性は低くなったのか,はしかもしれませんが、チームベイビーメタルの一員であることは変わりませんので、別の道を歩む,歩むことになったとしても応援しようと思います。いやー、このいいですね。これ、アーティスト側からしたら、こういうファン、めっちゃ嬉しいはずですよ。ね。 みんながこうならね。<laughs> いいんだろうけど。でも芸術家言えてね。芸術作品と捉えるんであれば、どの角度から物を言っても表現の自由というところを使えるっていう風なねことかもしれないから、平和で良かったなって捉えましょう。ありがとうございます。引き続きお願いします。じゃあ、続いてええー、と王朝比奈さん、いつもありがとうございます、えー。コメント読んでいただきありがとうございます。アプガを取り上げてほしいと図々しくお願いしたものです。笑い。い メンテナンスはよい子浜口が発起き人となり元アイドリングの子たちと結成したグループで t i f フでコメントをすべく緩く活動しいろんなアイドルの子が参加していますハロプロから元チャオベラハシモンが加入しアップガー・ライちゃんコナッちゃんも浜口が山田さんをそそのかし強制加入というて笑いさせられ去年の t i f で森ちゃんと吉川優も一応加入していました 自分はもともとアイドリングが好きで、えー、朝日奈央の同級生の玉井アンナだごめん、ね、がいるということでパスポを知りパスポにはまりましたダンスは全くの素人ですが素人目に見てこの子のダンスすげえと思ったのは玉井アンナでした間違っちゃうごめん えー、そのアンナーを押して「森ちゃんと小夏ちゃんに2人はハロプロの血だもんねハロプロの血はもう血が違うよねこっちも同じアイドルって言,えて言ってええんかなと思う」と言わしめる「ハロプロのレベルの高さに驚く」とともにアフガの子たちをクビにできる層の厚さに驚愕しもし他のアイドルグループに入るならどこのグループとの質問に即答で「絶対モーニング娘。」と答える森ちゃん小夏ちゃんに感動しました。 アロプロとアプガンの距離感も興味深いですいつか取り上げてくれたら嬉しいです長々失礼しましたいえいえ,、ね、えこれね説明いただいてありがとうございます僕一応調べましたけどあのそんなにすっげえ興味あるかって言ったらそうでもねえなって思ってるところが今のところでこれがっかりさせたくて言ってんじゃなくてなんか歌で一曲ドーンとかだったらああって紐解けるじゃないですか例えばベビーメタだったら曲とかパフォーマンスでおーって思えて 無視できなくなくりますよねそういうことがあまりなかったってことです <laughs> ごめんねもうそこで感動してたらねこれしょうがないじゃん俺こういう感じなんだでもう一個ねこれパスポねこれパスポ実は俺少しゆかりあってあのー、新宿にね僕新宿住んでるんですけどもうな,なくなっちゃったのかな歌舞伎町にフロムダスクティルドーンっていうバーがあるんですよでそこに要はさあのそこの店長やってる方がこれもうお亡くなりになっちゃったんだけど パスポーの音楽のボスみたいなディレクターだったのかなあの方でさあれバンド名なんつったっけちょっと調べてみたよかったあのドアセしてしまってるけどベーシストの方多分「フロムダスクチールドーン歌舞伎町」とかに出てくると思いますでその方の話し紹介してもらったんだけどその方とお話ししていてそのお店で。 イベントやるかやんないかみたいになってて何回かあのお酒でご一緒させていただいたっていうことですね。ねでその時にパスポやってんだよっていうことは伺ってたんで、うん、だから566年ぐらい前なのかなちょっと記憶怪しいですけど、うん、そんなことを思い出しましたで音楽はもちろんですがすごくこだわりある人でもちろんベビーメタ好きな人とかだったらジャストの音楽性を持ってらっしゃる方だと思います。 ヘビーメタルハードコアとかねそっち系ですよね覚えてますよでこの話はこんなこと思いましたで <laughs> 山田さんね面白いよねそそ,そのかさなくても多分乗ってくると思いますよ頑張ってらっしゃるから、ね、でアップガとハロプロとアップガの違い違いっていうのは厳密にはすごくアップガのカッコ仮の方はハロプロから 山田さんの言葉をお借りすると、お借りしてるんです。まさに。で、2期から他は、いわゆる山田さん案件なんですよね。なのでそこで線が入ってるって考えた方がいいかもしれない。だけど、僕から見てもそうですけど、例えばチャオベラとかアだからかキッカらだからだからだ山田さんがいくらアップのところからだ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 からかなっていうかうな気はしてるけどね。 なんかそういうとこあるみたい、ねうん、これはこの回答でいいですかありがとうございますじゃ引き続きお願いしますまた何かできそうな時あったらやりますよアップが2期好きだからそういう時になんか付け加えますよじゃ続いていきましょう山口たけしさん、えー、いつも楽しい配信ありがとうございます部屋の一部にガンズのアペタイトを飾ってあったのをお見かけしいたしました そうです私も50年生まれ、これからも応援します。まれに私たちの時代のエンターテインメント話も配信してください。ラウドネスからガンズのベイビーメタル、あ、言っちゃった。ガンズのベイビーメタルのモームスにはまった一般人より。そうそう、これなんでベイビーって言っちゃうかというと、うん、アルファベットでベイビーと書いてるからってもううるさいな、俺な。うん、そうそう、そうな,そうなんだよで。同級生ってことですね。でガンズね。 うん、僕らの時代例えば高校時代とかにバンドやってるとコピーバンド同い年話になるけどコピーバンドは学祭とかでやるじゃないですかでニルバーナかボーイかボーイもデビットつかないボーイですよガンズローゼスですよねこの辺はもうみんなやるねえ覚えてます覚えてますでコピーとかやらされたらなんかんまたかと思ったのも覚えてますねえ まあいいですよこういう話もしますよね昭和50年とか1975年だけにしか届かない動画とか撮ろうか、ね、ファミコンの話とかから始めてアルービックキューブとか <laughs> ディズニーランド順番で、ね、そういうのを立て続けに小学校の時にできてきたような気がするんでね面白いかもしれないで段階ジュニア世代が全部ボスになっちゃって全部後追いになっちゃうっていうね 悲しい結果が我々1975年昭和50年生まれということでございますじゃあ続いていきましょう引き続きお願いしますでチー大さんサヤシさんはベイメタのライブ行っても見れないとか海外まで行っても会えないとか dvd 買っても映ってないとかの昔からのファンを何とかしてあげたかったんじゃないかなと自分発信で姿声を届けたかったのかなと思いました ただそうするとベイメタのことはあ触れられなくなるのでベイメタから自分のことを応援してくれる人を無視しているようになるので2回目の時はモームスハロプロにも一切触れなかったのかと勝手に推測しています自分の近況報告だけをしていればすべてのファンに対応できるのかなとたまたまかもしれませんがモームス関係にも一切触れなかったのでつい妄想してみましたふんふんふんちょっとねこれ鼻が。<laughs> ごめんでこれはね「ベビメタを触れない」は徹底してるけど「モーニング」は最初のインスタライブで高橋愛ちゃんも出てきてたり、えー、要は「ハロー」のメンバーとかがインスタでも元メンバーだったよねインスタとか見出したら「リナプー」とかさあのそういうのは触れてたんでこれはそこの OGM ラインに属するかハロプロなのかでの線はあるかもしれないね。 誰か書いてたっけあ言ってたたっっっけけあ言ちょっと微妙な記憶だから間違ってたら申し訳ないけど、うん。ね。でもこのモーニングに触れていかないっていうことはないんじゃないかなっていう回答でございます。ね。で注意されたのかもね、一回目にね。わかんないよね。来週楽しみにしましょう。引き続きお願いします。じゃあ続いて、えー、金澤勉さん。いい名前だ、金澤。<laughs> さやしさんのインスタ見させていただきました一番知りたいビビメタアベンジャーズとしての参加海外ツアーでの感想やそこまでのいきさなどここが聞けないのであれば見てもつまらないどういうことどういうことこれは僕に言ってるあ違うさやしかさやしのインスタに言ってるのか えっとね、僕多分林兄さんに言ってると思うけど僕に言ってるんだったら面白いように努力するっていうのと鞘師に言ってるんであればうそれはか,わいそうかも本人も言ってたけど緊急事態宣言延長によって自分でなんかファンの皆さんとかとの距離を縮めたいみたいな発想で取ってるはずなんでこう,こういうなんつうのアクティブなさ行動に文句言ってって閉ざしていくっていうのは僕結構大反対派なんですよ。どんどんやった方がいいじゃん。 だって本人誰をさ傷つけようとしてやってんじゃないんだから、ね、全然違ったすみませんそんな感じでございました引き続きお願いします、えー、じゃあ続いていきましょうえー、っと 0805U さんおまだやってたんですか米ランの音楽に対する偏見持ち意見からよく続いたねこれ続くよなんでかというと あの話題がずっとこれ鞘師モーニングベビーメタルだけだったら多分続かなかったんですよでも皆さんが僕もそうなんですけどお互い畑が少し違うんですよねどれぐらい違うかって言ってたら僕そんなに違わないけれどもなんか南半球と北半球ぐらい下手したら違うんじゃないかなと思ってんのだけど作ってる作物は同じ畑で作れるみたいなさあの土壌というかね でそういうような話だと思うんでこれは情報交換していて損はないなそれで日々更新されていくじゃないですか例えば今の最初のインスタライブでもそうですし、えー、と皆さんのコメントから僕が知らなかったことを知ることによってお返しすることもできる逆もしかりですよね僕が知っているお話をして何かリアクションが返ってくるこれコミュニケーションとして今このテレワーク在宅ワークリモートワークまあ全部似たような感じかもしれないですけど違うかもしれないですけど でその中でのコミュニケーションとしてはなんかすごく正常かななんて思ってますも,もちろん違うお考えがあったらいやいや国をこうだぜっていうのは言っていただければ僕の方もそこを参考にして何かご一緒できる形模索していきたいと思ってますので引き続きお願いしますありがとうございますじゃあ続いてあこれここに絡んでる方これちょっとね僕この方に一つ言いたいこともあるからお読みしますグッドグッドさん偏見持たれて当たり前じゃね 海外と言う前にまず接触商法をやめて日本でがっつり音楽で勝負するのが先だろうって俺も思うし海外でも日本の恥をなんこれは干して子供も動員してお触り商法やんの笑いちょっと一個あの読めてなかったらごめんなさいでこんなねご意見全然いいしここの実は内容もお答えしますだけどグッドグッドさんさ他のいろんなこのコメントくれた人たちに絡んでいて で、結構やるスタイルが俺にしてほしいのよ。これ人が人だったら逆だったら結構親って思われちゃうぐらいな感覚なの。僕がだから僕に僕に免じて合わせていただいて俺にしてよ。すいません。お願いします。で、お答えしますね。えー、っと接触商法、これ、多分グッドグッドさん、他にもたくさん書かれてますよね。これ消されても僕は全部実は全部読めるんですよ。なのでお読みしてます。 なのでお話しさせていただくと接触商法これ握手会とかで皆さん言われる方るんでこれ実はいい質問なんですでこれが嫌だっていう人分かります実は僕も握手会だけだったら行かないです理由はなぜかその子たちの音楽が好きだからその子たちのライブが好きだからでもせっかくついてくる握手会があったら行くか行かないかっつったら行くんすよそりゃそこ断るまでの理由ないもん ちょっと23個と話もできるし僕もでも昔の僕ってどうだったかって言ったら最初いやそれもいらないとか言ってたんですよなんかかたくなだった時最初の数ヶ月ですけどあるんですよでも一回言ってみたらその子たちの頑張りとか熱意とかって伝えてくれてこれ触りに行きたいわけじゃないのその熱意と頑張りにあよりこういうこと頑張ってんだったら他でも大変なんだろうし応援してやろうとか偉そうだけどね 多分そういうふうな気持ちになる、ま、少ない窓口の一つなんですよものすごい分母の人口がアイドルいるじゃないですかでハローだけでもたくさんいるんですよその中で一つ頭角を表していかなきゃいけないってなったらもうフェイス・トゥ・フェイスのこの場所以上の機会ってないですよねなのでそういう目線で見てあげてえもちろんあのパフォーマンスがいいのが前提っていう方たくさんいらっしゃいますし僕もそっちです だけど接触じゃないってことをこれが言いたかったただ結果的に接触してるから言いたいこともわかるけどっていう感じですありがとうございますちょっともう鼻がどうしようもない <laughs> 引き続きよろしくお願いしますねじゃあ続いていきましょうまさはんさん Perfume 姉、えー、さんたちが代替わりしないようにベビーメタルも代替わりしないです音符10年後もスーメタルはメインボーカル貼ってます 中本鈴香が別の道を選ばない限りステイメタルだと思いますわみたいなちょっと鼻かむねあ失礼でお答えしますえー、っとねこれね後の方も言ってたけどそういうことなんだよねなんか俺これ質問してよかった分かってきた気がするなので正半さんの 前の回答と同じことを繰り返しそうだから後ほどのでまとめます。ありがとうね。じゃあ続いていきましょう。えー、っと、三枚坂歩さん、えー、コメント読んでいただきありがとうございます。アベンジャーズシステムについてですが、明確になぜこのようなシステムを取っているかわかるファンはいないでしょうか。 私が見聞きしかし本来ならトリオですので水野さんのポジションをサポートダンサーが交代で演じているというのがアベンジャーズかっこ勇者システムですなぜ3人なのかですがよく言われていることが最初から1人では負担が大きいので複数名で演じて最終的に1名にするという説です 最初から最終の1名は決まっていて2人は新規サードメイトのサポートであるとも言われていますそれに加えて菊池さんのサポートと新規サードメンバーのサポートとして最低でも3人が必要であるから3人なのだという説ですこの説が正しいならばアベンジャーズシステムはこのまま継続するということでしょうそしてサードメンバーも決めるという方向にどうでしょうかね今回はシステムを変えるかもしれません予想がつきませんうーん この見舞坂歩夢さんまで探究している方が予想つかないんですから私も予想がつかない側に入ると思うんですよ。でそんなそんな中でもう一個僕質問として、えー、ここ思い浮かんでるところがあってなんかここがすごくごめんね <laughs> え思い浮かんでるところがあってこの人数って数メタルプラス2のこのこの形がデフォルトなんですかね なぜこういうこと聞いてるかといったらスマイルージってグループは4がデフォルトかと思ったらもう今まあまあ十何人超えてまたちょっと一桁になってるんですけどというようなことになったりジュースジュースとかも5人で、まあ、あれは6から5だからあれなんだけどいくかと思いきや結果今あの結果9になってたりとかなんか増員しがちで皆さんがいただいた映像なんか見てたらこのアベンジャーズ系って量増えててもなんかかっこいい。 迫力あるような気がしちゃうとなんですよねなのでもし下の方で詰まっててなんか仕事欲しいなんて言ってたらいい経験になるじゃないですかなのでそういうのもいいのかななんて思うところがあってここはちょっと存じえないのでご存じの方便乗ですいませんけど引き続きご質問あお答えいただければと思いますねでもこの3人というシステムがあるならばまあそこがデフォルトなんでしょうね勉強になりますありがとうございます引き続きお願いします じゃあそういう感じで、えー、続けましょうこれもこれもさもう新屋さんでいい新屋さんありがとうございます、えー、動画拝見させていただきました自分は b e ー a v e 時代からのアミューズオータですが鞘師のベビーメタ参戦からハローのことが気になりモームスジュースジュースを中心に聞かせていただいております個人的には鞘師にベビーメタに残ってほしいのですがアミューズという事務所は古めの考え方といいか 古風な事務所ですからイレギュラーでリスキーなことをやらないと思いますので時間をかけてそこを見極めているのかなと思います長文になって申し訳ありませんこれからも最夜のことを応援させてくださいありがとうございますえー、応援はしてくださいで <laughs>、ね、えー、っとねモーうジュースジュースは中心にっていいですねジュースジュースの話もねもうきりなく最近ダンバルルルちゃんがバースデーだったのと アクターズスクールのね小夜の後輩だからということでちょいちょい出してますけど、ね、誰推しなんでしょうねそまあそんな話はまあ他でやりましょうかでここのデビメーターのところでうんあのー、アミューズ関連の事務所が古めというふうに申し申されてるでしょハロプロも超古めですよなのでど,どっこいどっこいとか違う古さでしょうね神社と寺ぐらいの <laughs> 間違えてるかもしれないけどなんか違う建物ですよ だけど古いいいのは一緒そういうこと言いたかったねだから時間かけて見極めているってより何か一個理由欲しいんじゃないですかそれは金銭なのか人的保障なのかねでも野球みたいなとすごく構造に似てるんですよプロ野球とかと似てますから金銭なのか人的保障なのかっていうのは結構あるっちゃありますよ。そういういところ で、なんか、なんか一個ないとダメでしょうね。うん、結構、誰もが分かる圧倒的なやつ。まあ、この辺は、動向を楽しみに見つめていきましょう。ありがとうございます。引き続きお願いします。じゃあ、続いていきましょう。えっ、ー、と、竹 21. <laughs> なんでこれだけ21が出てきたの ?21 ってなんか、センチュリーなんかね。21って言いたくなるね。<laughs> ありがとうございます。えっ、ー、と、国尾さんはじめまして、メイト柄採取を経由して、このチャンネルにたどり着き、チャンネル登録させてもらいました。 えー、鞘師がベイメタのことに触れないのはコバメタルことプロデューサーの小林啓さんの意向でしょうね鞘師がインスタを開設するにあたってベイメタのことに触れないという条件で始めたと思いますその昔紙バンドの某メンバーがベビメタでの活動のことを SNS で普通に語っていたのにある日を境に全くベイメタのことを触れなくなりましたベイメタに関する質問にも答えなくなったのでおそらくコバメタルに怒られて止めたのだと思われます コアメタルはベイメタの世界観を守ることに関しては徹底しているのでアベンジャーズも神バンドもディズニーランドのミッキーマウスと同じで中の人はいないという設定を守りたいのでしょう鞘師にも絶対にアベンジャーズの中の人としての発信はさせないと固く契約でも縛っているはずですたな鞘師も話したくても話せないもどかしさがあると思います英語でも英語での質問なんかはほとんどがベイメタ絡みですから ベイメタの質問をスルーしなくてはいけないさやしがかわいそうに思います。しかしながらコバメタルがインスタを許可したのなら英断だと評価しますけどね。決して契約が終了してベイメタと切れたわけじゃないと信じたいです。私はさやしにベイメタの正式メンバーになってほしい派なので、いつの日かリホメタルとしてベイメタを語るさやしが見たいです。わかった。ありがとうございます。 いやいいねちょっとこれいろいろ僕のなんか出したやつ引用していただいて感謝します。ね、えー、っとねこれも僕もちろん考察として、えー、考察に正しいも間違いもないんだろうけどリズメされてるからこの見方も同じ方たくさんいらっしゃるでしょうね。最後のとこだけ僕が言えるのは「鞘師がどうしたいか」これなんですよ。 でこれがやっぱり皆さんと一緒なのは聞こえてこないからすもやもやする感じですよねなので「リホメタルを見たい」はもうやった以上みんな見たくなるに決まってるじゃないですか。でモーニング側のハロー側のファンっていうのはなんかさやしのソロとかなんかさやしリホが誰かの力を借りないでどんどんビッグになっていく感じが見たいっていうのも少なからずいるのよ。 でこの辺がなんつうのさやしがどういう絶対今インスタで言葉を読んでる本人全部読んでるって言ってたから見てるはずなんでそこでまだ迷って振りこれ揺れてると思う本当にこの本人がメトロノームってあれをうまく表現したと思うマネージャーがかねだからこれ強い思いの量が多ければもしかしたらそっち触れるかもしれないですよ、うん、それぐらい本人まだ白,白黒でいうことじゃないけど 紅白でもいいけど、どっちにも触れてないって見ましょう。ね、なんか僕もそこを注意深く見るようにします。じゃ、お互いいずれにしろ応援するって感じで、引き続き参りましょう。ありがとうございます。じゃあ続いて、えー、酒さん。あ、あの酒さんかな？ありがとうございます。えっ、ー、と鞘師の解釈リズムの取り方これこれです。 アベンジャーズ参加当初はリズムの後を取る鞘師とちょっと早いくらいに先を取るモアちゃんとのシンクロ度合いについて叩かれて非常にもやもやしましたその後異物扱いから多くの支持を得るに至った彼女のポテンシャル思うところは分かりませんがリズムの先の方を取る動きを見せていた鞘師の柔軟さには驚きを隠せません 私も鞘師三田さんにマカリメッに行きましたが久尾さんのおっしゃる通りベビーメタル側の旨味は少なく鞘師側のメリットの方が大きく感じられますベビーメタル側は鞘師企業による旨味をどれくらい算段していたかに興味がありますありがとうございますうん。まあこの方間違いなくハローモーニング時代の鞘師からね見てらっしゃる方で僕も何回もお会いしてるんでわかりますまず書き込みありがとうございます でこれはあのー、もうマーケットの規模ですよね。のところでさっきもう住んでない小黒跡で言ったけどさやし側に何歩か要因があったら話違うはずなんですよね多分知らんけどね知らんけどね、うん、全然違ったりするかもしれないからあんまりこれに絡んでこなくていいからね。<laughs> ね ただ唯一考えられるメリットとしてはそのモーニング側のところとかっていうのの今後何かしらのパイプで大きくアミューズにプラスになるものが何か用意できたらっていう多分そっちだと思いますよ。これでヒントになるのは僕はあの言ったけどダバンプとかアクターズスクール出身系のとのハローとの付き合い方みたいなさ。 あれ少なからずハローメンとかツイッターでのバズらせ方がカモンベイビーアメリカのヒットに拍車かけてるじゃないですかああいったもののもうちょいわかりやすいやつ何があんのかなってことすよ僕たとえ浮かばない感じです何かあったら教えてくださいじゃ引き続きお願いしますさあじゃあ続きましょうアンドゥー67さんありがとうございます前回もありがとうございます えー、最近日本でも広まりつつあるダイナミックプライズングってやつですかね、えー、自分はパフィームワールドツアーによく渡航していたんですがニューヨークに訪れた際に開催されていた、えー、とこれはケニー・ウェストの MSG 公演やヤンキースタジアムのチケットはなかなかの価格で取引されていたようでした、えー、とこれなんだ「ビア・ゴーゴー2014年ロンドン」えー「チケットマスター2016年ニューヨーク」を利用しましたが ビアゴーゴーは画面をプリントアウトし試合会場、ゼロツーアリーナ、敷地内のボックスオフィスで発見するスタイルでチケットマスターは入場口でスマホ画面を見せるだけでした。日本もちょうどいいバランスで広がっていくといいですね。うん。うん。これパフィーム多分多分この時期にモーニング行ってなかったですかね。多分そこですよね。その年じゃないですか。2014年ならね。あでも16円って書いてあるか。 違った、すまんすまんとかね悩まれるしえー、っとこのチケットの話だと思うんだけどダイナミックプライジングってやつね僕あのいろいろおかげで見ましたよあの知れましたもう無知だね申し訳ないそういうことかと思いましたうんでこれさ世界中チケットって全然違うんだけど多分日本が最高潮に遅れてるんだよ 日本はもう紙チケットまた至上主義でしょねまあそれもいいとこもあんだけどねうん,なんかいろいろこの話はでも世界規模だから場所によって違うよねもうこの話ニューヨークとロンドンだけでも違うもんね、うん、どうしていくんだろうね、うん、ただデータを取るっていうところが僕前のトピックでお話ししたんだけどすごく優れてるなと思ってて 要は市場価格っていうことだから転売とか何だかって言うけど要は市場価格ってことだとだ思うんですよでそれが人気バロメーターの指針になるっていうんだったら超正しい形で音楽業界のチケットってそれがあのもうバカみたいに遅れてるわけじゃないですか。ねえこんな株株券なんてさもう何百年も前から決まっそういうのをスタートしてんのにさってさ。 あのアーティストの価値が決められないって話でしょ、ね、だからこれ海外はそこが僕は前の話で言ってたのは提携してるんじゃないかと思ってて目の前のボックスオフィスで買えるって平気で言うからここで買ったら高いよってだからそういうところのし変な騙さない親切さはあるんですよ。じゃ日本とかだったらチケット余ってますっていうふうにしてそこでさ当日券が。 半額ぐらいでも当日券のチケット買おうとしたらそこのチ,チケット売るやつがあそこで売ってるやつが安いよって絶対言わないじゃないですか。ね。だからそういうところのなんか日本だけの,のオリジナル謎ルールがずっとあって世界行ったら全部ある種基準一緒ですよね。日本以外行ったら一緒ですよね。ね。いいバランスで広がっていくといいですねって僕も思います、ね。じゃあ引き続きお願いします。ありがとうございました。 こういううういい話はまままた今度しましょうあ、あで終了かなこのトピック最後こそモカ幸クさんが書いてくれたのは冒頭にお話ししてますんでそちらをご参照にお願いしますではまあ今日も長くなりましたがまた引き続きになりますえっ、ー、と小林里帆ちゃんの動向というところがどうしても軸に基軸になる僕の進行になりますけどリクエストいただいたベビーメタルだったりあと同世代 ね、昭,昭和生まれぐらいに広げてもいいかもしれないけど75年と80年と85年じゃ全部違うから多分50年前後段階ジュニア以下ぐらいなところのは何か考えてやりますなので引き続きチャンネル登録をお願いし、えー、ご意見というところはあ先ほどのルールを説明しました僕直は何でもいいです書いてくれた方に差し込む切り込む感じというのを避けて、えー、楽しみの幅を広げていければと思っていますではそんな感じで国はチャンネル 今日も鞘師里保ちゃん対話のお話でした。またね。